おはようございます。ポイントフィッシングマイスターの坂本です。今日は洞海湾のとある場所で秋の釣り物が釣れ始めたので狙ってみたいと思います。今もね、朝まずめで絶好の時間ですので今から早速始めたいと思います。よろしくお願いいたします。今回使用します餌はこちらになります。まずは大事なものは網エビですね。それにパン粉、そしてまあ集魚剤もですね、混ぜるとよりまとまりもよく匂いもあって消化が上がると思いますので、こちらも混ぜていきます。付け餌はオキアミで、サイズは今回は M を使ってまいります。はい、それでは作ってまいります。まずはパン粉からいますかね。あ、ハサミが切れない。そして今からね、集魚剤を少し入れます。量的にはもう3分の1ぐらいで大丈夫だと思います。はい、そして今からね、網エビを入れます。これはもう全部入れていいですよ。はい、入りました。ではこちらをね、混ぜてまいります。硬さの調整なんですけど、まあ、時々ですね、回数入れてあまりこう柔らかすぎない方がいいですね。少しこう硬さが残るぐらい、その方がですね、溶け具合が良いかと思います。さあ、ちょっと水ちょっと入れましょうか。あんまり入れすぎると悪いんで、少しずつ入れていきますね。ここはですね、丁寧にやった方がいいですよ。ではですね、硬さなんですけども、まあ、こうやって握ってですね、固まる程度、あんまりこう水分が多いとあまり良くないわけです。それでは、カゴに餌を入れます。入れるときはですね、満タンに入れなくて少しこう余裕があるふたふたにですね、なっている状態がいいと思います。あとは、こちらの空張りですね、オキアミをつけます。こちらオキアミの尻尾を少し引いてですね、そこから、尻尾の方からゆっくり刺してます。こんな感じですね。じゃあこの仕掛けを投げ入れます。はい、後ろを確認して、しっかり、投げます。で、着水しましたら、棚が安定するまではしばらく待ってください。今ですね、棚約5メーターぐらい取っております。あ、今仕掛け立ってますね。あとは、しばらく当たりがあるまで待ってまいります。まあ、何等かしないとすぐ当たりは出ないと思いますけども、まあ、間もなくして餌を切り出すとしっかりと消し込むんじゃないかと思います。ちょっと当たりがないようなので、もう一回回収してまいります。投げます。で、小さなアジだったら、まあ、浮きがまた戻ったりはしますけどね、まあ、大きいアジはしっかりと入るんで、どなたでも分かるかと思います。じゃあ今ですね、浮きを流してますけども、まあ、しばらく流して、当たりがない時は少しですね、糸を引っ張る、まあ、これ誘いって言いますけど、カゴからですね、巻きを出してまた魚をですね、引きつけるという、まあ、この動きもした方がいいですね。まあ、この瞬間にスポッとね、浮きが入ることも多いんで、これがまたたまらないですね。入りました。あ、乗った。じゃ、釣れました。これはアジでしょ。ちょっと慎重に上げていきます。おお、結構低いく。どうなんだろう、アジだろう。おお、下に突っ込みますね。おお、おお、大きいといいですが、あ、いいアジが来ました。おお、立派なアジ釣れました。アジが釣れました。なかなか大きいです。
ました？あ、今度からかかってますね。まあ、バラさんようにゆっくりやろう。結構これも大きいんじゃないかな。よいしょよいしょ。おー、あ、あー、これはバリです。これですね、バリという魚ですけども、トゲがあるんですよね、ヒレに。だから触らずに、逃がすか、またあのトゲを切って持って帰れば、食べれますので、こちらはですね、今日はまあリリースしましょうかね。じゃあ一旦ちょっと外します。なんか食いようですけどね。うん、上下に入った。今度は乗ってるね、乗ってるね。だ、正体はなんだ。バリか、アジか。アジだった。アジだか。バレるな。よし、来た。やっと2匹目来ました。嬉しい。大きいですよ、結構。大きいですね。はい、やった。お、来ましたね。よっしゃ。出やすいんでゆっくりやってます。アジかな。アジ だな。結構大きくないですか、これ。大きいんじゃないですかね。大きいですよ、これかなり。大アジ来ました。これは25センチぐらいあるんじゃないですか。本当です。あ、いいサイズ来ましたよ。わーい、やった。やりました。お、切れた。本日行いました遠投カゴ釣りの説明をいたします。じゃあそれではですね、こちらのボードの方にちょっと見にくいかもしれませんけど仕掛けを書いております。ではこちらですね、簡単に説明を行います。まずですね、こちらはもう竿、磯竿の2号から、まあ、2号前後ですねの竿であれば良いのかなと思います。続きましてですね、こちらリールなんですけど、これも3号のナイロン糸が巻けるリールということで、まあ、2500番から3000番ぐらいで大丈夫です。でこちらラインですね、ラインの方は、まあ、3号基準ということでつけてください。あとですね、まあ、こちらのこの丸いのが浮き止めになります。で次は浮きですけども、まあ、浮きはですね、いろんなタイプ売ってますのでお好きなもの選ばれていいと思います。まあ、私が今回使用したのは6号ですけども、まあ、6号以外8号とか10号でもですね、こちら使えると思います。カゴの単体でも重さがありますので、まあ、重りの方はカゴと重りを足したものが、こちらの浮力の、設定となります。あとはですね、まあ、こちらの下のところが、まあ、サビキではなくて、まあ、遠投カゴ用の仕掛けを売っております。まあ、こちらですね、サビキがついてるのもありますけど、まあ、基本的にはまあ、空張りにですね、置き網をつける形でやってもらえばいいです。あとはですね、まあ、大事なことなんですけど、まあ、アジ釣りの基本としましてはやっぱり棚決めが非常に大事なので、まあ、5メーター基準ぐらいでですね、まあ、前後して、その日の当たり棚を見つけていただければ良いかと思います。また、注意点としましては、まあ、今回もそうだったんですけど、まあ、浮きが入ってもですね、まあ、すぐ合わせちゃうと意外とバレちゃうんで、まあ、しっかりと消し込むのもあってから、巻き上げると良いかなと思います。今回ですね、遠投カゴ釣りは日中させていただきましたけども、実は夜釣りもすごく釣れます。まあ、実際ですね、私もよく行ってるんですけども、まあ、こちらの浮きに夜でしたらケミホタルとか、まあ、光る、まあ、蛍光のですね、商品ともありますのでつけていただくというです。夜釣りがなぜいいかと言いますと、もともとアジはですね、夜行性と言われてますので、まあ、よりですね、日中よりも活性が高くなります。数を釣るならぜひとも夜釣りの方もお試しくださいませ。お疲れ様でした。本日は遠投カゴ釣りで両型のアジを狙ってみました。数は出ませんでしたけども、20センチから25センチぐらいの両型のアジを釣ることができました。いよいよ今から秋が本番の釣りシーズンになります。ぜひとも皆様、両型のアジを遠投カゴ釣りで狙ってみてはいかがでしょうか。本日は動画のご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。